皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。西川瑞希です。今回は2022年がスタートして1本目の動画になるんですけど、大好きなね、やっぱり美容を発信したいなと思って、最近ねすごく自分の中でビビビッときた新作の SS コスメがあるんですけど、それがねすっごく可愛かったので皆さんに共有したいと思います。ね、RMK のスプリングコレクションなんですけど、すごくね色味が可愛くて、で質感とかもすごく良かったし、なんか今回のテーマがシックでほんのり甘いっていう、シックな甘さっていうのがテーマみたいで、そのねテーマにぴったりなカラーだったりがすごく揃ってて、それがすごく気に入ったので今回メイクしていきたいと思います。ちょうどね年末は2021年のマイベストコスメのご紹介をしたんですけど、今年もねたくさんのお気に入りを見つけて皆さんと一緒に美容ファッションを楽しんでいけたらいいなと思ってます。それではね早速メイクしていきたいと思います。はい、ではファンデーションからやっていきます。私はねもう今ベースは終わっていて、 RMK のスムースフィットポアレスベース03番、こちらでベース塗ってます。すごいこれは自然にトーンアップしてくれて、ツヤも綺麗で薄付きなところが気に入ってます。今日はちょっとお肌はさっぱりと仕上げたいなと思って、こちらの RMK ルミナスペンブラッシュコンシーラーの01番の明るいカラーなんですけど、コンシーラーなんですけど、ちょっとね軽くつけてちょっと伸ばすぐらいでもすごく自然な仕上がりになってくれるとこが好きなので、部分用に使ってもいいけど、私はこんな感じでちょっと少しだけつけてファンデーション代わりみたいな感じでつけるのが最近気に入ってます。このスポンジはいつも使ってる&B の、顎とかちょっと輪郭とかも細かいところは指とかでやるとやりやすいかも。ベースはもうこれ全体塗ってトーンアップしているので、もうこれは中心部分とかちょっと気になるところだけ。ネイルもね今日 RMK の SS の新作使っていて、こちらの RMK のネイルポリッシュの EX48 アンバーグラスっていうカラーなんですけど、これもすごい綺麗でこんな感じのです。なんかちょっと SS らしく透明感のある感じで、今これは2度塗りで仕上げてます。そしたら次アイシャドウいきたいと思うんですけど、これがねまた可愛くて、こちらの RMK のスプリングブレイズデュオアイシャドウ02番のローファイアというカラーを今日は使っていきます。で新色はね2色展開だったんですけど、今日はこっちを使おうと思います。マットの方をアイホール全体と下まぶたにのせて、で上まぶたと下まぶたの際に少しこれを重ねていきたいと思います。じゃあまずこっちから塗っていきます。結構ね発色も良くて、目元がすごくパッとポイントになるカラーで、これがねすごい可愛かったの。ピンクの筆で塗ってからちょっと指でぼかします。最近 YouTube では結構ローズ系とかパープル系のカラーのメイクが多かったから、久しぶりにちょっとこういった感じのオレンジっぽいというか赤みのメイクでなんか新鮮。なんか RMK の作ってくれるカラー最近すごい好きで、アイシャドウとかも結構使ってるんですよ。でね全然これは粉っぽさもないし、すごい滑らかにしっとりとお肌についてくれる感じです。目だけ今塗り終わりました。この2色でもう仕上がるっていう簡単さ、簡単におしゃれになれるっていうところもすごい嬉しいパレットかなと思います。またここも大事、ここやるだけで目が大きく見えるから。全然寒いですけどね、もう春メイクですね。先取り冬服は冬服だけど、メイクでちょっと春を先取りするっていうのがなんか毎年ねこの季節楽しみの一つでもあって、今日のね
メイクに合わせてどのお洋服着ようかなと思って、今日はシェリーモナのニット着ました。これね、すっごい可愛いの。色がこうやっていろいろこっちは混ざってて、色違いはネイビーがあるんだけど、これすごい可愛いの。トップスとして着ても可愛いし、カーディガンみたいな感じで着ても可愛いし、タートルのニットとかここ首だけ下に着て出したりしても可愛くて、すごい気に入ってる。じゃあ次、隣のキラキラを出していきます。指で私つけようかな。指に取って、じゃあちょっと真ん中に、真ん中の上にトントントンって感じで丸めにのせていきます。この時はちょっと眉毛の下あたりまでトントントンって見えるかな。キラキラかわいい。なんかギラギラしすぎずにつけれるから、なんかそこがね、また普段使いもしやすくて。目の下にもちょっと塗っていきます。できました。程よい。ちなみに分かりやすく手に乗せてみるとこんな感じ。この下のね、このツヤめきときらめきがすごく上品な光り方をしてくれて、これがすごく綺麗です。マットだけで大人っぽく仕上げてもいいんだけど、これを足すだけで、なんだろう、ちょっとツヤめき感がちょっと色っぽくも見えたりして、この RMK の今回のテーマでもあるシックさと程よい甘さっていうのがすごくこれで仕上げられるなっていう感じ。次はアイライナー塗っていきます。ブラウンのカラーを塗っていきたいと思います。アイライナーはもういつも細くを心がけてて、もう髪の毛を1本分引くみたいなイメージで、すごいこの毛と毛の間を細かくこう埋めてあげる感じで、あまり太く引いちゃうとアイライナーしてる感じがすごく分かっちゃうし、あと細くこう塗ってあげた方が目がパッチリと逆に大きく見える気がするので、そう埋めてあげるのがポイントです。で、目尻はちょっとだけはみ出すぐらいな感じで描いてます。皆さんはお正月はどんな感じで過ごしてましたか？年末年始は。私はね、すごく今年はのんびりと過ごして、お休みは4日 ?5 日とかだったんですけど、のんびりとお家でまったり旦那さんと過ごして、で、美味しいものたくさん食べて、あとね、久しぶりに祖母のね、家でみんなで集まることができたので、みんなで集まってわちゃわちゃ話したり、またそこでも美味しいものをいただき、そんな普通の日々で、あとワンコたちとね遊んだりとか、そんな感じだったんですけど、それがねまた本当に幸せでした。はい、そしたら次はビューラーをしていきます。ビューラーはもう軽く一回グッと上げるぐらいで、もう今回は根元をグググッと上げただけです。でね、またまたこれがね、 RMK のハイボリュームマスカラ EX01 番のエクストラベリーっていうカラーをつけていこうと思うんですけど、これがまたまた可愛くて、いつも見てくれてるみんなならわかると思うんだけど、これもう私のツボカラー、大好きなカラーです。このちょっとパープル味があるね、こういうカラーはもう本当に普段から好きなのでテンション上がっちゃったんですけど、こちらのねマスカラも2色展開でした。じゃあマスカラ塗っていきます。結構ここがね太めになってて、一気にね塗るには塗りやすそうな感じ。いい色、すごいいい色、かわいい。なんか透き通ってるし上品な感じ、見えるかな、こんな感じです。すごい可愛い。なんか絶妙カラーだ。なんか全然すごい主張してくる感じもないし、すごく柔らかく程よくこう塗れる色味がすごく綺麗。ちなみに目のアップはこんな感じです。キラキラもすごく綺麗です。そしたら次はチーク
塗っていきたいと思うんですけど、これもすっごい可愛くて、チーク、頬紅としてもアイシャドウとしても使えるスティックなんだけど、これが新作の SS のコスメの中でもすっごく可愛くて、こちらがカラースティック04番のブローズグローというカラーで、こちらがカラースティック03番のベリーシックっていうカラーなんだけど、このカラーは全部で6色展開かなあって、色味もどれもすっごく可愛くて、今日はね、どっちをつけようかなと思ったんだけど、絶対アイシャドウとして使ってもね可愛いんだよね。こっちが04番のブロンズグローのカラーで、この上の方がね03番のベリーシックっていう色味です。で、普段なら私はこの上のカラーを選ぶことが多いと思うんですけど、今回はちょっとこのねブロンズカラーがすごく綺麗だなと思ったのと、このちょっとツヤが足されてるのがチークに来てもすごく可愛いなと思って、アイシャドウのねカラーともすごくぴったり合いそうなので、そっちを塗っていきたいと思います。クリームチークみたいな感じで指にとって、この辺にちょんちょんちょんと混ぜていきます。あー、可愛い色が久しぶりにほっぺに丸くつけてみます。幅広めてね、すっごいいい感じ。あとちょっとここら辺にもちょっと伸ばしちゃおうか。こんな感じです。血色感がいい感じに出てくれて、お肌もお顔もねちょっと明るくなりました。やっぱ色をこうやって足してあげるだけですごくなんかこの明るい感じのお顔になるから、最近はすごくチークをポンってのせるのもすごく個人的にハマってて好きです。じゃあ次はリップ塗っていきます。リップはこちらのカラーを塗っていきたいと思います。これはね RMK リップスティックコンフォートマットフィットベルベットの01番のチェリーバイツっていう色味です。リップは3色展開だったかな、3色のカラーがありました。もうこれそのまま塗っちゃいます。綺麗なレッド、すっごい綺麗な色味、鮮やか。ちょっと周りを指でポンポンとなじませて、そうするとねちょっとふんわり感が出るので、周りでこうやってぼかしてあげると濃い色味も柔らかくつけられます。いい感じ、綺麗な色味完成かな。はい、メイク完成しました。わーい、出来上がりどうかな。今回は RMK の SS の新作のコスメでメイクしてみたんですけど、アイシャドウのカラーとかもすっごく綺麗だし、私的に特に気に入ってるのがこのチーク、このチークとしてもアイシャドウとしても使えるスティックが特に気に入って、これからすごく大活躍しそうだなって思ってます。アイシャドウの塗り心地とかもすっごくいいし、リップもね発色が良くて、どれも全部好きでした。ネイルも可愛いし、マスカラも可愛いし、新しい年になって1本目の動画だったんですけど、皆さん見てくれてありがとうございました。今年もとにかく大好きな美容ファッションたくさんたくさん研究して、たくさん試して、皆さんにいいと思うアイテムや私的に大好きって思えるアイテムをたくさん発信していきたいと思うので、今年もどうぞよろしくお願いします。2022年も皆さんにとって素晴らしい1年になりますように心から願ってます。とにかくね、もう健康に元気にが一番だと思うので、時にはねゆっくりしながら穏やかで幸せな1年になればいいなと思ってます。お互いにねいい1年にしましょう。それではまた更新します。バイバーイ。